タジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんを迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ヴィッセル神戸が清水エスパルスと戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。福西さん、イニエスタの特徴を教えてください。この前の2点はお見事でしたね。今日は徹底的にマークされると思います。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。今のところチームにとっては期待通りの滑り出しです。安定したシーズンを送ることが目標でしたが、この調子なら問題なさそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。ボールが動いてキックオフ、試合開始です。山口蛍、フェルマーレン、ここにいます。イニエスタ、はたいて渡すこともできます。イニエスタ、勝ち越し来るか。決まった、先制ゴール。序盤から得点が生まれています。ちょっとスペースを与えすぎでしょう。ディフェンス側はタックルしてでも止めるべきでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。時計はまだ前半7分を指したところです。早くも先制点が生まれました。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ここから狙うのか。クロスは選手の頭を越えていきました。ここにはイニエスタがいました。酒井、イニエスタが絡みます。酒井豪徳、山口蛍、ヘナトアウグスト、ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。パスをカット、いい読みでした。いいカットです。ボールを奪いました。何かしてきそうですが、エウシーニョ、止めたが抑えられない。
さあどうなる。イニエスタ、酒井、リードを奪っています。パス回しにも余裕が感じられます。酒井豪徳、イニエスタ、ドリブルで進みます。山口、ドーグラス、イニエスタがパスで流れを作ります。仕掛けてくるのか。じっくりと出しどころを探します。イニエスタ、ボールをダッシュ、寄せが早い。チャンスにできるか。中にスペースがあります。ドリブルで敵陣へ持ち込む。山口蛍、狙える位置です。ここからどうするのか。さあどうする。コーナーから中へ。クリアが小さい。ここは簡単にキーパーがさばきました。見事なロブパス、いい位置です。何をしてくるのか。すごいセーブだ。金子翔太、ボールを奪い返しました。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。さて福西さん、イニエスタですが、前半もご覧になっての分析をお願いします。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半戦が始まります。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ボールを失いました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ファン速攻、エウシーニョ、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ここから狙うのか。このクロスはどこを狙ったんでしょうか。スローインです。スローイン、もう一度です。トーマス・ベルマーレン、イニエスタ、フェルマーレン、イニエスタが絡みます。パス、続けてパス。試合もボールも支配しています。ボールを回してチャンスを伺います。いいボールでしたが、ここはクリア。金子翔太、ヘナトア・アウグスト、何かしてきそうですが、スペースに見事なスルーパス。この攻撃は実を結びませんでしたね。これはナイスインターセプト。タッチを割ってスローイン。ファン速攻、ヘナトア・アウグスト、金子翔太、味方がサポートに来ます。仕掛けてくるのか。チャンスにできるか。狙える位置です。イークラがセーブ。トーマス・ベルマーレン、フェルマーレン、
藤谷壮。西大吾。ここからどうするのか。ボールを前に運んでいます。ドグラス。キーパー反応した。ボールを弾く。ボールが中央へ向かう。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ボールは相手に渡りました。イニエスタ果敢に仕掛けてボールを奪いました。サイドへパスを出します。いい位置です。清水エスパルスのうまいパス回し。チャンスを伺います。同点に追いつけるか。ゴール。同点です。土壇場で決めてくれましたね。これで勝負の行方は分からなくなりました。これで同点です。試合を振り出しに戻しました。リードを守りきれませんでしたね。ここからはお互いに攻めに出るかもしれません。ここにいます。イニエスタ。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。インターセプトでチームを救いました。全く互角の戦いでした。福西さん、接戦でしたね。そうですね。スコアもですが、内容も拮抗したいい試合でした。福西さん、今日のイニエスタはいかがでしたか。今日もまたゴールを決めました。残念ながらチームは引き分けましたが、選手本人は好調のようです。